かわいい。かわいい子だ、猫だ。お友達が来たよ。大丈夫だよ、優しい子だよ。Open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. はい、今日はですね、今からノースショアに向かいたいと思います。ノースショアで有名なジョバンニのガーリックシュリンプを食べに行きたいと思います。それでは行ってきます。私たちはパイナップルプランテーションのところを通って、本当に真ん中の道をずっとこういう風にね、ノースショアに行くんですけれども、今日はね、右側の道を通って、ノースショアの方に行きたいと思います。今ここに海が見えてきましたけど、真ん中 の道を通るよりはこの海側の道を通っていく方が10分くらいは短縮になるみたいです。ちょっと今日は天気が悪いのでね、あんまり景色も良くないんですけど、多分晴れてたらここもね、すごくいい感じに見えると思います。着いた。はい、着きました。やっと着きました。めっちゃお腹空いた。まず1軒目はですね、ジョバンニのガーリックシュリンプを食べたいと思います。ジョバンニさんはですね、このノースショアにハレイワと、この、カフクとね、2軒あるそうで、今日はそのうちのカフクに来ました。それでは早速ガーリックシュリンプをいただきたいと思います。Next window. Scampi. Scampi. Oh,
いただきます。いらないマウス食べちゃうよ。いただきます。おいしい。実はね、ジョバンニさんはうちはあんまり縁がなくて、前にね、ジョバンニに行きたくてわざわざノースショーまで車で行ったのに空いてなかったんです。それ以来ずっと行ってないよね。その時にジョバンニさんの代わりにロミーズに行って、でロミーズのガーリックシュリンプがすごく美味しかったから、その後もノースショーに行くたびにずっとロミーズさんに行ってて、実を言うとね、これね、ジョバンニさん食べるの初めてなんですよ。みんなも食べてごらん。ちょっとね、殻硬いかもしれないからさ、ちょっとこれ、エビさんだけ食べてごらん。ニンニクたっぷりつけて。足に絡んだソースを一緒につけて食べるとまたさらに美味しい。うん。エビの肉から？うん。から？食べてみよう。うん。美味しい？うん。よかった。すごい。食べてみても美味しい。すぐね、この後ろの方にワイヤーアイランドストリート。I have a question about the smoothie. Do you have any sweetness like sugar or syrup in the smoothie? Yes, the strawberry and coconut is a syrup. Syrup? Yeah, so banana and pineapple, fresh fruit. Oh, really? Yeah. Then this is only the thing you get. Yeah, banana, pineapple. Okay. Yeah, I'm out of papaya, that's why. Okay, then number three, please. Number three. Okay. $6. Okay.こういう感じで、This is pineapple drink. Sorry. I'm sorry. すごいと思う。Just be careful if it's hot, if it falls off easily. Oh. I know. That's gecko. Thank you. You're welcome.おー、美味しそう。座る。座る？いいよ。あれ。どんな味？なんかアイスみたい。うん。うん。美味しい？美味しい。
けたくない。おいしい。なんかすごい自然の甘さで、甘みが入ってないのですっごいすっきりして飲めます。このガーリックシュリンプを食べた後では特におすすめ。これ6ドルだったんですけど、まあここまで来たら絶対飲んでもいいかも。おいしいすごい口の中がさっぱりしていい感じになりますね。え、フードトラックのすぐ後ろにはカットフルーツ屋さんとか、こうやってね、ここにはね、マイクロファイバーでできたタオルを売ってる、お店とかね、あとここには木彫りのお店とかが並んでいます。かわいい、かわいい、見た、何これ、お友達が来たよ大丈夫だよ、優しい子だよ。これね、どこに、どこに猫がいる。猫がいる。猫だ。2個だ。で、ね、洋服を売ってるお店もあるし、キーホルダー屋さんとかね、なんかあの髪飾りとか、あのネックレスとか、ナッツでできたレイとかね、そういうのをね、売ってるお店もあるし、こんな風にね、ハワイっぽいあのブレスをね、売ってるようなお店も並んでます。一番最初にジョバンニのトラックが目に入るので、迷うことはないかもしれない。で、向こうの方にはね、駐車場の反対側の方にはね、コリアンフードとかね、カルビーオンファイヤーとかね、書いてあります。こんなの売れてる。これも美味しそうだね、なんかこれもなんか美味しそうじゃない。うん、ねえ、ぬーちゃんこれ食べたいんじゃない。ぬこちゃんこれ食べたい。あ、餃子ね、本当だね。それではですね、今度は次のロミーズの方に行ってみたいと思います。次はですね、ロミーズの方に来てみました。ここにね、新鮮なエビって書いてありますね。ちょっとお昼時を少し過ぎてしまったので、もう結構ね、空いてるんですけれども、今度はここで、2皿目ガーリックシュリンプをいただきたいと思います。またちょっとね、メニューが違うんですよね。ここのフライドシュリンプがあったり、スイート&スパイシーっていうのがあったり、今回もやっぱり王道のバターガーリックシュリンプでいきたいと思います。Hello, can I have butter garlic champagne? It is going to be around 45 minutes. 45 minutes. Oh no! Oh, so no? Oh, so no? You mean we have to wait about an hour, right? About around 45 minutes. Oh, really? Can I ask why? I mean, how come? It's just how it's being prepared, how it's being cooked with the garlic. So how it's being prepared and how it's being cooked with the garlic takes around 45 minutes. Oh, really? But if you don't want to wait, there's a number 4 and 5, which is around 10 minutes. We want to eat number 1, so we could wait about an hour. But can I leave for a while and can I come back? 45 is just an estimated time, so we're not saying it's going to be done in 45. We're just saying it might be, but it should be out earlier than that. Earlier than that. Okay, then maybe we're going to come back here like 40 minutes or 30 minutes? Maybe like 30 minutes. Okay, okay. And how many number ones did you have? I just one, and name is Takano. T-A-K-A-N-O. Takano, you got one number one butter garlic shrimp plate. That'll be 15:45. 15:45. なんとですね、ここに来て1時間待ち、まあ、45分待ちくらいしないといけないってことが判明しました。先にこっちに来たけばよかったなと思うんですけど、まあちょっとそこは仕方がないので、ちょっとここら辺をドライブしながら散策して、でそれからまた30分40分後くらいに戻ってきたいと思います。 It's not so good right now.